中国の南シナ海での動きが活発化し、なんと浮揚海上原発を建設する可能性があるとの情報をキャッチしました。今回は、そんな南シナ海の中国の動きとに、チベイゴウヒの共同訓練の現状を詳しく見ていきますね。日本人も他人事でない状況なのは分かっていますよね。極東や南シナ海では、いつ紛争になってもおかしくない状況に来ていますし、中国の動きは活発化しています。中国国内経済は下降傾向ですが、もっと外資は撤退すべき。最後まで見てください。現地時間の2024年5月2日、アメリカのハワイで、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの4カ国の防衛省が参加した会談が行われ、東シナ海及び南シナ海で、一方的な領有を主張する中国の動きに対して牽制する動きを見せた。4カ国の防衛省の会談は、日本からは木原防衛大臣、アメリカからはオースティン国防長官、オーストラリアからは、リチャード・マールス国防大臣、フィリピンからは、ギルベルト・テオドロ国防大臣が参加して行われた。この4カ国の防衛大臣は、東シナ海及び南シナ海で、一方的に、その領有を主張する中国の動きを国名を名指しして批判を行い、両海がさらされている深刻な状況に懸念を表明するとともに、これを念頭に置いた防衛関連でのさらなる協力を推進することを打ち出した。具体的に、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの4カ国は、今回の会談を通して、今後の合同軍事演習を強化、拡大する方向であることを示し、それらの指針を盛り込んだ共同文書を、世界に向けて発信した。この共同文書の中では、中国海軍や中国海警備局といった中国政府が管轄する公的な軍事組織に止まらず、表向きは、同国の民間人によって構成された海上民兵の危険性についても言及するなど、中国への警戒感をにじませている。こうした日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの防衛省の会談や、その後に出された共同文書の意図するところは、今年2024年4月30日に、南シナ海のスカボロー礁の沿岸で、フィリピンと中国との間で衝突が起こったことも影響していると思われる。この事案は、フィリピン沿岸警備隊に所属する船舶の一隻に対し、中国海警局の船舶が、高圧の放水銃を使用、前者の当該の船舶に損害を与えたというもので、南シナ海のスカボロー礁をめぐる両国の争いを象徴するものと言えた。南シナ海のスカボロー礁は、フィリピンの北部に位置する同国最大の面積を誇る島であるルソン島の西方の沖合、およそ 230km の海上に位置し、フィリピンと中国が相互に領有を主張している。しかし、今日世界的に定められている国連海洋法条約ウンクロスの規定によれば、当該国の領海の基線から200海里およそ 370km までを排他的経済水域 EEZ としており、これを鑑みれば、フィリピンの主張に正当性があると言わざるを得ない。にもかかわらず、中国側はスカボロー礁を自国名で黄岩島と呼び、2012年以後自国の固有の領土であると主張、不法にフィリピンを排除して実効支配を継続しており、南シナ海での支配権の確立の一端をなそうとしている。このやり方は、日本の尖閣諸島に対する手法と同様であり、同諸島も、中国側は、自国名の長魚群島と呼称し、実効支配こそ、現時点でも確立させてはいないが、確実にそれを狙った進出を強化し続けている。スカボロー礁をめぐっての争いについて、フィリピンは、中国を相手に、2013年に、オランダのハーグに置かれた常設仲裁裁判所に対し、国連海洋法条約に基づく仲裁を申請し、同裁判所は、フィリピン側の主張を認める裁定を出した。しかし、中国側は、自国で一方的に定めた九段線という地図上に引いたラインをよりどころに、常設仲裁裁判所が出した裁定を認めないという立場を継続しており、一度実効支配に持ち込めんだスカボロー礁を手放す気など微塵も感じられない。中国は、自らが一方的に主張する九段線を、
よりどころとしてこのスカボローショーだけでなく、1974年にはベトナムからパラセル諸島を武力をもって奪い、その中のウッディ島には軍事関連の施設を建造し拠点化を進めている。ウッディ島に中国は3000メートル級の滑走路を設けて、そこに J-10 等の戦闘機や地対空ミサイルを配備、軍事拠点化を実現されており、近年には H-6 キロ爆撃機の訓練を実施するなど、その支配の既成事実化は強化されている。こうした同様の行いを中国はスプラトリー諸島でも2014年以降に開始しており、同諸島の7カ所の岩礁を人工的に埋め立てて軍事要塞化を進めており、南シナ海における実効支配の確立を急ピッチで推進している状態である。加えてスカボロー礁の近海において、中国は新たに測量船を投入して調査を行っていることも確認されており、この動きは新たにスカボロー礁の周辺に埋め立てて造成した人工島を置こうとしているのではないかと目されている。中国のこの動きを放置した場合、中国海軍の大規模な潜水艦基地のある海南島から南シナ海を南に向けて下り、フィリピンにまで至る線の内側を同国の支配領域とされてしまう危険性が大きく高まることを意味するだろう。スカボロー礁において、こうした人工島による軍事拠点化が完成してしまうと、台湾とフィリピンの間の海上交通の要衝であるバシー海峡をも中国が軍事的な影響下に置くことが懸念され、日本を含む国々にとって非常な脅威となる。バシー海峡を中国側が勢力圏に収めてしまうと、そこを通じて中国海軍の艦隊が太平洋方面へと楽に進出することが可能となる上、逆に南シナ海へ侵入しようとするアメリカ海軍の動きを封じることにもつながるだろう。このように中国が進めるスプラトリー諸島、パラセル諸島の実効支配は、台湾有事や南シナ海の輸送航路にも大きな影響を与えることになるが、中国海軍が SLBM を搭載した戦略型の原子力潜水艦を有力させる格好の海域にもなり得る。こうした事態を憂慮して、オーストラリアはアメリカとイギリスとの間くらいに新たな軍事同盟であるオーカスを締結し、攻撃型の原子力潜水艦を調達、運用することで、南シナ海における中国海軍の活動の抑止を企図していると言える。これに加えて、2024年5月2日付のワシントンポスト紙は、中国が南シナ海において海上浮体形式の原子力発電所を建設する計画を危惧しているとする記事を掲載、これが実現されれば、さらなる軍事的圧力が高まると報じている。ただし、中国が南シナ海において海上浮体形式の原子力発電所を建設する計画を持っていることは、最近判明したというわけではなく、実は今から8年前の2016年にはそうした動きがあると西側のマスメディアでも取り上げられていたものだ。海上浮体形式の原子力発電所とは、主として海上もしくは海中の船舶、もしくは浮体に原子炉が搭載された発電所のことで、現在世界各国で実用化されている陸上の原子力発電所に比べて以下の利点があるとされている。まず第一の利点として、地震に強いこと。第二に、仮にトラブル等で全電源を喪失しても冷却用の海水の注水が容易であること。第三に、設置場所の移設が可能で点検や廃棄が容易なこと。第四に、従来は設置が困難だった場所でも運用が可能なことが挙げられる。そうした利点の反面、デメリットとしては本体の建造費が多額となること、設備自体へのアクセスが難しいこと、海中に設置する送電網の整備に多額の費用が必要となること、設置場所となる海中への固定やその維持が困難であることなどが指摘されている。こうした問題点を抱えているため、2024年現在で海上浮体形式の原子力発電所を実際に稼働させている国は世界でロシア一国のみだが、中国は実効支配する南シナ海の島々や人工島に最大で20基もの設置を検討しているという。中国自体は実効支配する南シナ海の島々や人工島に海上浮体形式の原子力発電所を設置した場合、
アメリカ海軍が保有する原子力航空母艦に匹敵する軍事的な優位性を獲得できると、その意義を自国の国威発揚に利用している説がある。ただし、技術的に中国が海上浮体形式の原子力発電所を設置することが実際に可能なのか否かについては、今のところ、後者と見る向きが世界的にも多く、近々に実現されうる脅威とまでは言えないようにも思える。